はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルービッシュです。では今回は信長の野望大使、信長プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ようやく激戦激闘を繰り広げていた名門武田を、滅ぼすことに成功したので、今回はその続きになるんですが、敵はですね、西は毛利、東は今度は北条を標的にプレイの方をしていきたいと思います。すでにですね、前線基地には武田家臣、信玄をもちろん、取り込んでですね、武田家臣を前線基地に配置したので、武将の質量ともに、大幅にパワーアップしているかなというふうに思っています。では早速プレイの方を続けていきましょう。まずは毛利をね、叩いておきたいなというふうに思います。前回武田側の城を攻略した関係上ですね、武田側の城はまだ歩兵中の城が多いので、一旦ね、その間にプレイをしていた力が蓄えられているであろう中国地方の兵を使って毛利を攻めていきたいというふうに思います。兵糧がね、ちょっと乏しくはなってきてるんで、様子を見ながらというところにはなるんですが、どうなんでしょうね。合戦をしているところ、今すぐにはないのかな。ではちょっと毛利の国力を見ておきましょうか。毛利の国力は兵数が13万で、兵糧が5万7千ですね。多分、長宗我部がね、結構大きいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。兵数が20万を超えてますね。で、北条はというと、同じく20万超え。で、信長はというと、57万と、頭一つ完全に出たな。では、さらに時間を進めて、だいたい7月ぐらいになったら、毛利に対して出兵をかけていきたいなと思います。お、氏康が死んだか。氏政になるのかな。そうですね、氏政になりましたね。これより表情を行う。気に入った。これで表情を終える。赤備えが入ってくるか。いや、これはありがたいだな。部隊の初撃強化に騎馬攻撃力系ですね。それに部隊移動速度が上がると。さらに逃げ団長、ここは武田の家臣団を取り込んだことによって合戦がより優位に戦えそうですね。あとは相変わらずの兵糧なんですよね。兵糧が欲しいんで、ここはさすがに謙信がいるんで、北条勢相手に一歩も引けを取らない戦いをしてくれてる分、安心感はあります。で、元就が死んだんで、おそらく高本が家督を継ぐと思うんで、元就がいなくなると、どうなんだろう、かなり楽にはなりますね。攻める上では。先月の終始でございます。元就がいなくなったら今こそ好機ではあるんですが、ちょっと歩兵が、吉田郡山がいまいちな感じになってるな。そもそもあんまり人がいないな、吉田郡山城は。もともと山城、小城だったみたいですからね、吉田郡山自体は。さて、都営系か。ここはただ毛利とね、つながるつもりはないので、信仰を深めるつもりはないと
いうことで英傾を返しましょう。毛利は滅ぼしましょう。先月の収支でございます。取引を行いましょう。仰せの通りありがとうございました。取り計らいます。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。面白い。これで表情を終える。我が策を聞き。今度は攻めの方が来るんだな。まあ雪高が入ってますからね。確か雪高はこの信玄も落とせなかった砥石城だったと思うんですけど、砥石城をね、雪高が落としましたよね。さあ、では7月になったので公約通り出兵していきましょう。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。では早速行軍していきますが、まあ割と開けたところを中心に戦闘していきたいなとは思うんで、大軍が展開できるところでやっぱり勝負したいんだよな。なかなか大軍が展開できるところはないのか。まあ一旦兵を集結させてから考えますか。4万5千の兵。我に続け。みんな2ヶ月前後かかっちゃうのかな、これを見ると。今、兵が出払っている感じか、しょうがない。4万5000の兵。人当たりかけてみるしかない感じかな。あとは、機内から増援を出すと2ヶ月前後かかるということですよね。まあ、ただ2ヶ月かかったとしても、兵を出さないわけにやっぱいかないからな。ちょっと今回かなり兵糧の消耗が激しくなりそうですが、まあ、兵を出しましょう。10万。これに続け。太政大臣。ちょっとね、前後してしまったところあると思うんですが、そのまま進めていきましょう。元春軍か。これと戦うのはちょっときついな。そうするとここは三成の軍は沖縄山に兵を進めて、沖縄山で敵を迎え撃つ形かな。で毛利の方もね、さっき出兵していたと思うので、兵糧が十分にあるとは思えないので、兵糧をうまく使った、まあ、兵糧攻めみたいなものがね、結果的にできるんじゃないかなとは思ってます。赤松からは、まあ、少ない量にはなりますが、兵糧をもらっておきましょう。兵糧外交ですね。
まあ、三好がね、敗戦するというのは好ましくはないので、三好側について、兵も貸しましょう。で、三好から兵糧1万5200の代わりに同盟を結ぶというね、いつものパターンをやります。さあ、では信長はさらに兵を進めましょう。ちょっとルートをね、確認しておきましょうか。信長の進行ルートなんですが、まずは鍵城で、その後は、鏡山から山陽地方を、まあ、網羅しつつ、光秀が沖縄山で小早川高垣軍に勝てるかどうかというところですかね。報告いたします。先月の終始で兵糧の消耗やっぱり激しいな。こうやって見てみても秀吉のこの内政モードの雰囲気というか顔というかが、やっぱちょっといまいち慣れないな、まだ。面白い。お、鉄砲が毎月納品される商業交易開始、これはやりたいですね。早速入れましょう。で、海上交易もやっちゃう。で、お金に余裕があるときはすかさず兵糧と鉄砲を交互にでも買っていきますか。で、小早川軍を迎え撃って撃破だな。ここは勝敗の行方が分からないという話になってるんで、確実に勝つために決戦の指揮を取りましょう。と鉄砲隊が行きにくいかなっていう感じの配置にはなっているなぁ。まあしょうがないな。まずはここは無人機に変えてだ。その上で鉄砲隊の配置を少し変えていこう。こんなところかな。鉄砲隊が生きる戦い方をやっぱりしたいですからね。さあ、どこにどう布陣するかだなぁ。とは策のあるものがいるようです。ゲチ覚悟しろ。この策で勝てるはずだぜ。さあ行こうぜ。ゲチ覚悟せよ。ゲチ覚悟せよ。ご命令を。いざ進まん。覚悟してもらおう。始めるぞ。ゲチ。
覚悟しろ。始めるぞ。敵の居所知れました。さあ、では早速鉄砲を打ちかけていきましょう。まあ、鉄砲隊がいる、充実してますからね、今回のこの光秀軍団は。お、高影が来たな。この際陣を失ったとしても今の体型を維持して鉄砲を打ちかける戦い方を進めていきましょう。まあ、ほっといてもこのままいけばケリがつくとは思いますので、とどめを刺す意味でね、しっかりと鉄砲を打ちかけていきましょう。これが我が策にございます。いやー、やっぱ鉄砲隊ここまで揃えると強いな。まあ、高影とはほぼほぼ交戦することなく、まあ、陣をこちらが持っているっていうね、戦場設定が有利に働いたとはいえ、完勝ですね。まだ死ねぬのでな。さあ、そしたら光秀を鏡山に進めますか。いや、ここは日の山に進めましょう。高本軍と戦闘になりますが、いいでしょう。出陣する。取り囲め。で、例によって長宗我部軍と三好軍の荒木村重ですね。ここはどっちが勝つかなーっていうと、結構厳しい戦いになりそうだけど、村重が勝つね。なんといってもね、これ見ると圧倒的に長宗我部軍の方が有利には見えますけど、こちらはね、なんといっても織田軍援軍出してますからね。しかも総統領、あとは兵糧の問題ですよね。三好としては
何人たりとも止められぬ。かたじけない。さあ、では信長の軍勢は鏡山に進めていきましょう。勝敗の行方がわからないときはもう自らね、しっかりと指揮を取りましょう。それが一番の近道になりますからね。陣は今回はそういうことを敵の方が持っていると。しかも今回は大将が高元で、副将クラスとして元春、さらに宗春。これは再生部隊と言っていいな。しかも戦力も拮抗している。いや、陣もこちらが持ってましたね。そうするとちょっと、どういう配置にするか悩ましいですが、とにかく、集中砲火できるような。とりあえず高台に登って登って鉄砲が打ちかけられるような状態を作っておきたいですよね。策のあるものがいるようです。ご命令を。始めるぞ。ゲチ、始めるぞ。ゲチ、ゲチ、始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。ゲチ、始めるぞ。ご命令を。覚悟しろ。ゲチ、始めるぞ。敵の居所知れました。さあ、鉄砲隊の前に早速人が張り付いてきてるな。始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。始めるぜ。ゲチ、始めるぞ。始めるぞ。格の差、思い知るがよい。敵の居所知れました。やりたい。前へ。お、なんか突破されてるぞ。胸あるにいきなり突破されてるじゃないか。何やってるんだ。背後に回り込まれて攻撃を受けるっていうのは避けたいですからね。さすがにそう簡単に一筋縄ではいかないか。どういう戦法を取ってきてたんだ本当に。敵の方は何を使ってきたんだろう。神出鬼没だな、おそらく。完全にいきなり敵が現れましたもんね。さらに陣を崩壊させられるな。かく乱を受けている感じになっちゃったけど、まあ、ここは落ち着いて対処しましょう。これが我が策にございます。ご命令。策のあるものがいるようです。ゲチ、覚悟しろ。いざ進まん。この策で勝てるはずだぜ。我が策、ご覧ください。やりたい。前へ。
思ったより苦戦するのはやっぱり強かったですね。まあ高本はね、まあ平凡というか平均以上の能力を持っている武将ですけど、吉川元春と清水宗春、これが強いですね。攻撃を受けている酒井忠次の部隊をなんとか救ってあげたいけど、ちょっとその余裕がないな。さらにこの辺りは敵の攪乱を受けてるし、一旦兵を下げたくてもどうにもならないね。しかもここに来た雨か。この戦いも負けられないからな。まあ確かに、信長の10番の本体がほぼ無傷で残ってるとはいえ、渡辺守綱の部隊をなんとか救ってあげたいけどどうにもならないな。ここは開き直って一部隊改装するのは覚悟の上で勝負に出るしかないですね。吉川元春が本当に邪魔くさいよな。清水宗春は今改装中なんでいいですけど、これで守綱の部隊が改装になりましたね。雨さえ止んでくれればもうちょっと戦えるんだけどな。これが我が策にございます。ご命令始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ゲチ覚悟せよ。この策で勝てるはずだぜ。この策で出し抜いてくれよ。おぶしお聞きくだされ。一撃で沈めてやろう。守れ。この一撃貴様にかわせまい。今は引くぞ。今ぞ放て。このままでは。今は引こう。さあこれで決まるな。あと1ミリですからね。おっと、ただここで毛利の方が少し押し返してくるか。まあ、ただ元春回想させて、まあ苦しみながらも勝利できましたね。ちょっと雨が降ったっていうのと敵の作戦の前にだいぶ苦戦してしまいましたが、まあ、それでも日の山は取れるでしょう。で、長宗我部軍と織田家の松永久秀って書いてますけども、これはね、実際中身は山名家ですからね。では光秀はさらに兵を山陰地方の方に進めていきましょう。まあ、信長の圧倒的な兵力を持って
このまま押し切りたいところではあるんですが、いかんせん兵糧の消耗も激しいので兵糧の補充をしておきます。さあ、信長ほぼ無傷できてますが、このままさらに兵を進めていきましょう。佐藤金山城、さらに宮尾城で周防高森城、この辺りまでは一気に行きたいですね。ここでも勝敗の行方は分からないのか。ここは負けたくないな。信長の10万の軍勢が、こうね、ゼロに持ってかれるときつい。5万5700しか戦えないの。これは確かにきついね。策のあるものがいるようです。なるほど。ただここは鉄砲隊の強みを生かしたいな。そういうことであれば、ご命令ください。覚悟しろ。命を覚悟せよ。行け。策のあるものがいるようです。この策で勝利をつかむ。さあ始めようか。始めるぞ。始めるぞ。ご命令を。俺に続け。敵は全軍突撃隊形に入ってると言ってもいいな。ちょっと中央は厚みを持たせておきたいですね。そうなると、さあ、では鉄砲を打ちかけていきましょう。覚悟せよ。ご覧くだされ。ご命令を。始めるぞ。月夜、月夜、覚悟しろ。敵の居所知れましたな。切り込め。矢を放て。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。やりたい。前へ。切り込め。策のある者がいるようです。ゲッチ、いざ進まん。ご命令を。この策どう。この策で勝利をつかむ策がございます。ご命令ください。覚悟しろ。我が策これに。我が軍、まあ味方も精鋭が揃ってますからね。信長、さらに藤高とかも入ってるし、普通にやれば十分に勝てると思います。このままでは。一旦引くぞ。策のあるものがいるよ。あとは鉄砲隊のね、強みを十二分に生かしていきましょう。さあ、あとは一気に押し切りましょう。鉄砲の射程めちゃくちゃ長いな。さらにトンボ切りを発動。
よし。まあ10万の軍勢がね、離散するのは避けたかったんで、確実に勝利するために決戦の指揮を取りましたけど、まあ数で見るとね、10倍以上の数で毛利軍を圧したっていう形ですね。さあ、それでは佐藤金山城に兵を進めていきましょう。まあ、伊達と北条の合戦は、まあ、静観しましょう。どちらにもつかない。かたじけないことです。行くぞ。さあ、宮尾城に兵を進めしましょう。さて、どうしようかな。能力的には申し分ないんだよな。姫として育てるか、武将として育てるか、武将にしよう。これからの時代は女性もね、活躍する時代ですからね。はい、では時間もいい時間になりましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、再び大軍を持って、毛利領侵攻作戦続きをプレイしていきたいと思います。これより表情を行う。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。